けど、ちょっとカチューシャ、なんか私いろんなカチューシャ持ってるんだけど、夢の国のカチューシャやら季節外れの、あと数ヶ月したら被ってるかもしれない。スクショしといて、サンタの私さようかもだから。これ夢見るって買ったやつ、おそろで。あ、これでもいいな、今日なんか浮かれポンチ感あるよ。すごい、これは いいね、こういうのつけてこう。これ夢見る解説しますって発表を劇場でした時につけたやつですね。待って、こんなのもありますよ。これもありだ。私すごい被り物いっぱい持ってる。ほとんど夢見るの。あ、これめっちゃいいじゃん、これめっちゃいいじゃん。浮かれてんな。あ、なんかすごいティアラ、ティアラみたいなのもある。なんかこの札外してないっていう、なんでこんなん、絶対 YouTube 撮るときかなんかに買った。妹にでもあげようかな、かわいい。外したいけど、ちょっと切らない。ね、いろいろある。これめっちゃいいじゃん、かわいい。これもあります、ダブル付け。かぶり物多いな。あ、クラッカーとかも売ってる。いつか使う。あ、これ懐かしい、19歳になるときにつけてた。これもカチューシャみたいな。ハッピーバースデー。頭につける系多い。あ、これだ、チャイナの服もあるし、あ、トナカイのなんかピンみたいなのもある。やっぱね、AKB やってるとこういうのが増えてきますね。あ、すごい、ハッピーバースデー。これ絶対一回も開けてないやつがある。絶対これ YouTube 撮るときに買った、使ってないけど。2と0が出てきた。風船、絶対二十歳の誕生日誰かのお祝いするために買ったんだろうな。まあいつか使うでしょう。あ、これある、これある、これめっちゃいいじゃん、これつけたい。ちょっと頭いろいろつけすぎていて、ちょっと今日はこのケーキ帽子でいきます。からのケーキサングラス、すごい、もう誰かわかんないです。ちょっと今日はこのスタイルで行かせていただきます。行かせていただきますね。すごい、なんかあるかなと思って探したらめちゃめちゃ予想外にたくさんあった。で、今日のためにさ、あれです、この数字の風船も買ったんだけど、ちょっと配信ではね、配信で使おうかなと思って買ったんだけどさ、できるか。ちょっとこれはね、写真でも撮っときます。配信はちょっと使わないで、これでなんか写真かなんか撮っとくんで、無駄にはしません。それで、あとはちょっとこれ大丈夫そう？わかる、わかる、私って。あ、風船が使えないかな、よこのせ。オリジナルで書いたんですけど、うっすって色鉛筆で頑張って色塗ったのに、うっす、もう分からへんやん、これ壁と同化してるやんけ。ごめん、見て、ちゃんと一応紫で塗ったのよ。ほら、頑張って塗った形跡があるでしょ。で、切ったの、うっすまあ頑張って塗ったんでね、塗って切ってしたんで貼りますけど、貼らせていただきますけど、どっち21、どっち、これさ、合ってる、逆じゃない、持てます、ね、両サイドに貼りたいんだけど、うっすこれ意味ある、貼るまあまあまあいいでしょう、一応貼っとこう。なんかテロップも書いとこう。合ってる、 OK、 じゃあこれで貼っとく。27日で
91歳。オッケー。じゃあこれを壁に貼りますね。すごい雑にマスキングテープで貼ります。可愛いなと思ってこの色味のテープを買ったんですよ。もう意外と時間ないよね。すぐに日付越しちゃいそう。この辺がちょっと動いても大丈夫なようにこの辺にしときます。もうちょっとこの辺離れすぎたら2と1かな。すごい。じゃあここにします。ヨーピク2です。一応2です。ここだ。一応1です。1でやらせてもらってます。2と1です。でもいけるか。なんか斜め。いいか。イエーイ。浮かれてる。浮かれすぎてる。じゃあ皆さんまず飲み物を用意して。急な。見てー。コップを。ああ面白い私って。ちゃんとバースデー用の、これバースデー用なのかな。エンジョイエンジョイイバーデイって書いてる。ハッピーバースデイって書いてると思って買ったら全然違いました。でも多分そうだよね。誕生日楽しんでって感じだよね。じゃあ乾杯の温度、二十歳が過ぎ終わろうとしております。難しい。こういうのね、あれですよね。吉田カレーの二十歳が間もなく終わろうとしておりますが、私自身ね、すごい二十歳の一年が今までで一番早い一年でした。一番あっという間でした。それはやっぱり活動もそれ以外もとっても充実していたんだなっていうふうに思いますので、とにかく楽しくていい一年だったなって、学びの多い素敵な一年でございました。皆様の応援のおかげでございます。本当に改めてありがとうございます。あと十数分で21歳になります。20歳お疲れ様でした。乾杯。全国にいるみんなと画面越しの乾杯。イエイ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 。中身は何でしょう。コーヒーです。コーヒーが飲みたい気分だったのでコーヒーです。こんな夜に、私はカフェインにも体が慣れすぎてるので、こんな夜にコーヒーを飲んでも大丈夫でございます。みんな何飲んでんの。お酒じゃないですよ。絶対に違います。めちゃめちゃコーヒーです。この辺につけとく。ダブルでむずいかな。ちょっとなんか背景すごい、なんだろう、寂しいかなと思ってたけど、自分がめっちゃ派手すぎて全然いける。全然持ちますね。画面的に、絵的に。よかった、自分が派手になればいいだけの話だったわさあということで、もう二十歳もね、残り数分ですけど、どうしたらいい？どうしたらいいかな。じゃ一旦風船膨らますね。2と1買ってきたから待って、二十歳の振り返りとかしたいんだけど、いろいろさ、一旦風船膨らましてみる。せっかく買ったから。なんか今のね、すごい100均、すごいこの数字の風船もいろんな種類あってめっちゃ悩んで、色違いを買いました。2と1で虹色とかあった。
これどうやってするんだっけ。え、合ってる。え、合ってる。あとこれ毎回さ、毎回悩む。どうやってするんだっけ。え、待って、空気めっちゃ抜けてんだけど、待って、これどうやってやんの。毎回。え、え、え、どっから入れるの。待って膨らませれない。ちょっとそんな時間ないのに。え、どこに入れるんだって。あ、こっち。え、こっちかな。見えないことをする。え、いや、あ、あ、う、難しい。一筋なのにはいかない。うん、来た。あ、膨らんでます。やってきました。じゃん、膨らみました。これで後で写真でも撮ってきます。2、1も膨らんだ。すごっ、超派手なピンク。目が痛くなりそうなくらいのピンク。もう紫か、これは。ピンクと言わないピンク。これすんごい反射するんですよね。はい。え、さっきいけたやん。待って、コツがいります。え？ちょっと待ってよ。違うじゃん話が。難しい。これ壁にね、貼れないんだよね、この風船って。ね、これやったことがある人ならわかるはず。これ壁に貼れないんですよね。粘着しない。パチッと落ちちゃう。あ、だから、あ、ここに紐がついてるんだ。ここに紐ついてるやん。紐あったところでか。私の息の勢いが足りなかっただけでした。待って、あと10分もない。え、どんくらい。来た来た。おはーい、イエーイ。めっちゃ膨らんだ。すごい。え、待って、2、もうちょっと。さあ、じゃあ21の風船も膨らんだところで11歳。来た来た来た、いい感じいい感じ。イエーイ。ありがとうございます。さあ、じゃあなんだ、あとは何をするみたい。ケーキはじゃあ21歳迎えてから食べますね。そう、ちゃんとケーキ買ってきました。ちょっと痛くなってきたな、これ。紐がちょっと場所が悪い。じゃあ20歳の振り返りをしていきましょう。こうやってノートにまとめました。ジョ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 って。じゃあ20歳になった日から私の人生を振り返っていきたいと、1年の人生を振り返っていきたいと思います。アクス玉もね、用意したんだよ。ちゃんと何でも用意しました。まず20歳になった日はですね、舞台ジョン・マイ・ラブのお稽古中でございまして、コロナになってたんですよ、前々日までコロナでした。私は去年の今頃。それで前日誕生日の前日に復活できて、
そう復活できて、誕生日はギリギリ元気な状態で迎えることができたんですよ。で愛媛でお稽古中でして、なんとサプライズで皆さんがあの劇場のステージでお祝いをしてくれました。すごいそれが嬉しくて、あとみんなとも全然仲良くなかったんだけどあ、すいませんありがとうございますとか言いながら、そうお祝いしてもらったのがとっても嬉しくて、あとはあの横内先生に美味しいご飯をね一緒に食べさせてもらって、すごくいい二十歳の誕生日だったなっていうふうに思います。皆さんからもたくさんメッセージをいただいて、配信でもいっぱいお祝いしてもらって、本当に大変だったんだけど、あの時病み上がりだし、いっぱい覚えること稽古でいっぱいあって大変だったんだけど、すごい楽しかったなって、そう今でも覚えてます。あ、こんなに幸せな誕生日久しぶりだってくらいに幸せでした。はい、そんな二十歳をね迎えたんですけども、8月は、まあ、27日ですから、そんな感じでお稽古して終わって、9月も7日が4期の、本当にね私の二十歳は半分このミュージカルジョン・マイ・ラブで埋まってたのでほとんどジョン・マイ・ラブ尽くしだったんですけど、9月はお稽古をちょっとやって、でそこから久しぶりに東京に戻って、でそこからは武道館のねコンサートに向けてレッスンをやってましたね。髪が長かったですね、前髪が。9月はコツコツ頑張りデーでした。そして10月7日789で武道館の3日間コンサートがありました。私は人生で初めて武道館に立ったので、すごくああやった武道館のステージに立てたって嬉しかったのを覚えてますし、これからもあの経験をね大切に生きていきたいなって、人生で武道館に立てたことがすごく嬉しいし誇りでございます。楽しかったですね3日間、陸泡があったりとかいろんな曲をやらせてもらって、でも本当に3日間あっという間だったな思います。一瞬で終わっちゃった、3日間もやらせてもらったんだけど終わっちゃったって終わって、でもうその2日後には初日だったので、次の日には愛媛にもう朝から始発で行って1日リハやって、2日後にはその2日後の10月3日後か10月、あれああそうだめっちゃ私話すないと待って、あと4分だよ10月とここにちっちゃく10月9日か5ヶ月ぶりにこの日は前髪をパッツンにしました。そしてちょっと超スピードでいきますね一旦。10月12日にネットミュージカルジョン・マイ・ラブの初日を迎えることができました。8月から7月か7月くらいからお稽古を始めて、何回も初日が延期になって、やっとの初日だったので、本当に皆さんお祝いしてくれてありがとうございました。そして愛媛まで見に来てくれてありがとうございました。配信もねありましたがありがとうございます。そして、まあ、10月もいっぱい舞台とかやってやって、11月13日はサムネイル公演で吉田カルの生誕祭がありました。皆さん本当に素敵な生誕祭ありがとうございました。サムネイル公演での初めての生誕祭でしたし、本当にメンバーもファンの方もあったかくて、あったかい生誕祭だったな、楽しかったなって、幸せな気持ちになってたのをすごく今でも覚えてます。ありがとうございました。そして11月20日には朝倉祭りがありました。福岡でも久しぶりのなんだろう皆さんと会える機会でしたし、3人でステージ立たせてもらって、なんかバケットとかあんまり普段イベント外のイベントとかじゃやれない曲やったりとか、なんかああやって皆さんと近くで会ったのもなんだろうすごい嬉しかったし、この感じ久しぶりって懐かしく嬉しくなったのを覚えています。
トークイベントとかもあったり、写真もみんなが撮ってくれて本当に楽しいイベントでした。あと美味しいものが食べれて幸せだった。ありがとうございました。そして11月はね、舞台もありながら徳島と岡山と丸亀にも行きました。12月ですね、丸亀は。そう、なんかいろんなところにこうやって舞台を通していけて、いろんなところで皆さんと会えて、みんなからも岡山とか来てくれてありがとうとか、そう、そういう言葉をいただけた、本当に嬉しかったです。こちらこそ来てくださって本当にありがとうございました。あれ待って、もうなっちゃう、ちょっと一旦先に、あれでもさ、なんだろう、カウントダウンってカウントダウンっていうか、ちょっとくす玉でもあるか。じゃあ一旦ちょっとこの振り返りを置いときましての、じゃあこの21歳の瞬間を一旦待って、これちょっと私なった、これ、あ、待ってください、これはちょっとくす玉買ってきたんですけど、ちょっといろいろあれだったので可愛く貼りました。さあ、まもなく21歳を迎えます。私が、あ、20歳終わっちゃう、20歳の私、ありがとうありがとうありがとう、イエーイ、やばいやばい、なったなった、ちょっと待って、見えない、なった、あーあー、おめでとう待って、予想外の開き方すぎて、わーい、21歳なりました、ありがとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうおもろい、うわー、ありがとうありがとう、うわー、すごい嬉しい、みんながおめでとうって言ってくれて、うわー、すごい、ありがとう、イエーイ、21歳になりました、ありがとう、わーい、くす玉、すごい、ありがとういっぱい、イエーイ、AKB 最後の誕生日ですえ、嬉しい、みんながこの瞬間を一緒に迎えてくれて本当に嬉しい、ありがとう、幸せです、ありがとう、ありがとう、イエーイ、じゃーん、懐かしい、ショールームでくす玉終わったな、2回目です。今日もお世話になりました。ここに飾りたいな。落ちちゃうかな。意外と重みがあるんですよ。ありがとうございます。改めて21歳になりました。ありがとう。待っちゃった。なんか今夢の中の自分を見てるみたいです。謎発言。21歳になった実感がない、どうしよう、私も嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。イエーイ、21歳、やばどうも、福岡県から来ました、21歳の吉田可憐です。21歳です、浮かれてる、21歳です、イエーイ、イエーイ、うち21 イエーイ、いやー、じゃあ、そうですね、21歳の吉田可憐もよろしくお願いしますニヤニヤ、え、どうしよう、スクショタイム、確かにスクショタイムしてきますか、いった、スクショみんなしたっしょ、いっぱいしたっしょ、ね、タワーいっぱいありがとう、今読まないとやばい、後から一気に読むので大丈夫か、
ちょっとね配信をやるので一旦もう寝ないと明日やばいっす。中田はね一旦おやすみなさい。さあでは21歳の吉田彼になりましたので、そうまだ21なんですよ。まだね全然21なんですよ。全然そう人生これからって感じでやらせてもらって、ケーキ食べるのが先、いや先にさ20歳ちょっとババッと振り返らせてもらってちょっと終わりきれなかったので、そうですね。そして11月30日続きからいきます。11月30日9ヶ月ぶりの美容院に行く吉田って書いてあります。そう11月30日にはですね私一応 AKB やらせてもらってるんですけど、9ヶ月ぶりだったんですね美容院に行くの。ちょっと美容院にあまり行かないものでアイドルとは思えないくらい9ヶ月ぶりの美容院でございました。ありがとうございます。この時は愛媛の美容院に行かせていただいて大変綺麗にしていただきました。ありがとうございましたお姉さん。はい、ということで、そして12月も公演やいろいろありましての舞台やいろいろありましての年が明けました。1月10日 AKB48 20歳の集いに参加させていただきました。なんか自分が20歳を迎えたのもびっくり、自分自身もびっくりだったし、あの神田明神で先輩方がね、あの成人式やってらっしゃったところで自分たちもあそこに立ってやらせていただいたのが夢みたいで、あと素敵な振り袖も着させていただいて本当に幸せな時間でした。成人式、地元のね成人式も参加したんですけど、その前ですね、この年明けに参加したんだけど、私めっちゃ成人式いろんなところで参加したんです。いっぱい振り袖も着たし本当に楽しかった。成人式シーズンいっぱい振り袖着れて、なんか舞台でも着物浴衣着てたし振り袖もいっぱい着て、なんか前撮りとかしちゃったりして振り袖いっぱい着れて嬉しいってこの期間めっちゃ思ってました。本当に皆さんも成人おめでとうってたくさんコメントお言葉をくださって嬉しかったです。ありがとうございます。イエーイ。そして1月31日髪をバッサリボブになりましたね。この成人式に向けて私はもう9ヶ月ぐらい美容院に行かないというのを徹底するくらいですね髪を頑張って伸ばしてましたので、成人式が終わったら絶対ボブにするんだって強く思ってたので、勢いでこのね1月31日にボブに切りました。ボブになりました。本当皆さんにも何も言わず劇場公演で突然ボブの部屋になってたので驚かせたかなと思うんですけどはい、ちゃんとねボブになりました。ありがとうございますありがとうございますそして、あ、2月12日、ドライグさんの AKB とやらせていただいてたんですけど、ずっと12日に結果が発表されて、なんと第7位にならせていただきました。第7位という順位をいただきまして、 CM 出演権を獲得させていただきました。本当に嬉しくて、まさか自分がと思ってたので、本当にゆるーくドライブ楽しくゆるーく、まあでも頑張ったけどって感じだったから、まさか自分がって思ってたのですごい嬉しかったし、あの恋するフォーチュンクッキーの衣装、憧れだったあの衣装を着て CM に出れて皆さんに CM を見ていただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。衣装めっちゃ似合ってたよね。それなインスタのアイコンにもしちゃってますからね。今すごい嬉しかったです。ありがとうございました。改めて、そして、あ、お、その次の日ですね、2月13日にはジョンマイラブの第5期の初日を迎えました。あの4期では結構延期になったりして、出演する予定だった公演が何個も
キャンセルになっちゃって、なんだ、公演回数が減っちゃったんですよね、私だいぶだいぶ、そう、すごい減っちゃって、だからゴケにも出たいと思ってたので、すごい嬉しかったし、もっと成長できるチャンスだと思って、またね、出演させていただけて本当に嬉しかったのを覚えてます。ありがとうございます。2月18日リアルお話し会、久しぶりの皆さんと直接お話しした日ですね。本当にこれは、そっか、メンバー4人とかくらいで一気にレーンでやったんですけど、なんか今はやっとリアルでお話し会やらせていただいてたけど、この日は本当に久しぶりに生で話したっていう方もたくさんで、泣きそうになったくらい感動しました、ね、ありがとうございました。ここに入れてます。2月18日でしたね。ありがとうございました。そして2月25と26日は前鉄大集合コンサートがね、愛媛県の坊ちゃん劇場でありました。これ前鉄大集合は2回目だった、これ2だったんですけど、前回はね、私はいなくて、そこから鉄になって、2では鉄の一員としてこのコンサートに参加ができて本当に嬉しかったですし、なんか前回の前鉄やってるのを見てて、めっちゃ楽しそうだなって思ってたので、すごい嬉しかったですし、自分が鉄になって前鉄大集合があると思ってなかったので、愛媛の皆さんに、そしていつも愛媛に来てくださってる皆さんにお見せステージをお届けできて嬉しかったですし、皆さんが愛媛まで来てくれたのがなんかもう、そう、愛媛によく行ってる人間としてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。楽しかったですね、2日間もやらせていただいて。そして3月6日にはジョンマイラブ、半年間、約半年間もやってたんですけどね、そうがやっとついに千秋楽を迎えました。私のね、私の千秋楽が3月6日だったんですけど、もうめっちゃ泣いたのを覚えてます。なんかとにかくミュージカルも初めてでしたし、演技の経験も少なかったので、最初は本当に不安しかないくらい不安で、めっちゃ苦しかったので、特に歌が、だってミュージカルやるのに私歌めっちゃ苦手だったんですよ。苦手意識もあったし、実際技術の面でも本当にボロボロだったから、これでミュージカルやっていけんのかなと思って、そう、実際まあステージでやって全然、なんだろう、実力はまだまだだったと思うけど、まあ半年間の公演を経て、演技もお芝居もそうですけど、歌の面でもね、成長させていただけた公演だったし、まあ、これだけ長いやってたの、長い期間やったので、たくさん思い出が詰まってたので、いっぱい泣いたなっていう泣いた記憶しかないくらいめっちゃ泣きました。本当にありがとうございました。皆さんが愛媛まで、愛媛って遠いじゃないですか、東京から言うて遠いんですよね、そう、めっちゃいいとこなんだけど遠いんだよね、それなのにたくさんたくさん来てくれて、見に来てくれてありがとうございました。すごくやっぱりね、お芝居中はそれ見えないけど、終わって漂流ダンスとかやってる時にファンの方とかが見えるとめちゃくちゃ安心感すごくて、なんかその瞬間だけ、なんだろうな、なんか AKB 劇場いるみたいな感覚、いつも感覚に戻るんですよ。すごい、だから嬉しかったです。ありがとうございました。改めて楽しかったな、思い出いっぱい、一生忘れない、イエイ。そして4月29日、あ、夢見るでですね、夢見るの3人で AKB 新聞さんの方でグラビアをやらせていただきました。すごい、みんなが喜んでくれて嬉しかった。まさかこの3人でグラビアやると思ってなかったでしょ、絶対に思ってなかったでしょ。いや、私もやると思ってなかったし、そういうお話をいただけて本当に嬉しかったし、
なんか夢見るでこうやってなんだろう、素敵なお写真を撮っていただいて残せたのがすごく嬉しかったですし、撮影もめっちゃ楽しかったです。たくさん見てくれてありがとう。本当にお話をくださった愛媛新聞さんには大感謝です。楽しかった。そしてその日にですね、4月29日 AKB の春コンがありました。やばい、もう4ヶ月前でもなんかもっと前な感じもするけど、どうなんだ。春コンとか本当にあっという間だったんですけど、あ、やってたってくらいあっという間で、もう気づいたら終わってたくらいだったんだけど、私がすごい個人的に嬉しかったのはチームメイトのメンバーが初期メンバーと2代目メンバーに分かれて曲を披露したんですけど、2代目メンバーで夢へのルートを披露させていただいたんですけど、それでセンターをやらせていただいたのがすごく個人的に嬉しくって、あの大きなステージでセンターステージのね真ん中で踊れたのがとっても嬉しかったですね。あの懐かしの衣装も着て、イエーイ、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして4月、そ、次の日ですね、次の日は4月30日 G-MATE 九州前ラストコンサートがありました。昼と夜と2公演やらせていただいて、なんかでも本当にあのコンサートもあっという間に終わってたので楽しかったなと思うけど、あんま記憶ないですね。あっという間すぎてめっちゃ泣いためっちゃ泣いてって、夜公演なんかでもまあ、うん、チームメイト、まあ、いろんな気持ちになりましたね。チームメイトに入れてよかったと思います。思ったし、チームメイト大好きだと思ったし、まあ、いつも思ってるんですけど、ね、チームメイトいっぱいの人から愛されてるんだなとかさ、いろんな気持ちで、幸せな気持ちでいっぱいになったし、寂しい気持ちもあったけど、このチームの一員でになれてよかったなって思ったし、活動できた時間が私の人生の誇りだって思いました。はい、改めてね、来てくださった皆さんありがとうございました。こんな大きな会場でね、映像だけでできるってすごいすごいなって、なんか本当に定期的にこの日のコンサートの集合写真あるじゃないですか、客席も含めたあの写真、集合写真を結構定期的に見るんですけど、こんだけの人の前でチームメイトでコンサートやったのすごって見るたびに思うんですよ。あ、こんだけの人がチームメイトの最後を見に来てくれたんだってすごくね、嬉しいだけじゃ表せないけど嬉しい気持ちになりましたね。ありがとう。はい、そしてあ、56何も書いてないけど、私56何やってた、劇場とかイベントとかも、そうですね、書いてないけど、この間の劇場とかイベントとかフェスとかね、たくさん出演させていただきまして、7月1日 THE MUSIC DAY に出演させていただいたのが私嬉しかったでしょう。すごく大きく書いております。あ、え、みんなで絶対出るって思わなかったでしょ本当に私も嬉しいと思ったし、あの、そう、嬉しい、あのテレビで、地上波のテレビでみんなに私吉田を見てもらえて嬉しかったです。ちゃんとすごく映してもらってて嬉しかった。ありがとうございました。思い出です。やった。そして7月22日と23日は福岡県のちかっぱ祭、ミリちかっぱ祭に出演させていただきました。その2年前かなに
もちかっぱさんに初めて出演させていただいててすごく楽しくってまたぜひって思ってたので舞い戻りました。すごく楽しかったです。これそう卒業発表した後だったから最後のね福岡でのステージを皆さんにお届けできて嬉しかったです。来てくれて改めてありがとうございました。みんなが福岡も楽しんでくれててすごく嬉しかったです。はい、そして7月30日には人生ラストのお話し会がありました。ありがとうございます。この日がこのお話し会の日がラスト、私のラストだっていうのを知ったのがもうこのチケット受付終了後だったからね、ちょっとそれだけは申し訳なかったなと思うんですけど、最後にたくさんの方とお話できて嬉しかったですし、あの素敵なセレモニー本当にありがとうございました。お花めっちゃ可愛かったです。ありがとう。卒業しましょう。ありがとう。あの日の写真思い出です。大切に残します。ありがとう。そして8月5日人生初ブリーチギャル書いております。そう、私20年間生きてきて8月5日に人生初めてのブリーチをしました。あー、ギャルです、ギャルです。福岡のヤンチー姉さんです。そう、大事ですね。ありがとう。みんなが髪色褒めてくれてあり嬉しかったです。ありがとうございます。そして8月6日にはチームフォー笑顔になれなるコンがありました。私にとって最後のねコンサートだったので、まあ本当に今までとは違う気持ちで挑んだんですけど、だけどすごい、まあ、いつもと変わらん、いい意味で変わらず楽しんで精一杯頑張れたかなと思います。本当にチーム4がね楽しいから最後のコンサートがこのコンサートでよかったなって思いましたね。あと今日ナルタオチャンネルで裏側が公開されてた、私まだ途中までしか見れてないんですけど裏側大公開されてるのでぜひご覧ください。リハの映像とか入ってます。それで私は自分のツイートを今年1年見ながら振り返ったんですけど、ツイート投稿 X の投稿を振り返りながら見たんですけど、多分私の計算が間違ってなければ劇場公演の回数がサムネイル公演に18回、しずく公演に11回、合計29回出てました。20歳の1年で29回、嬉しいですね。なんか、劇場たくさん出させてもらって嬉しいし、本当にそれこそ20歳は初めてミュージカルに出させていただいて、そこでちょっと歌を今までで一番いろんな方から教わって、それをまあちょっとだけでも劇場公演に何だろう生かせた、その学んだことを本当はこっちで生かせたかなって思いましたね。だからなんか今までより一番劇場楽しかったけど、今まで楽しんで一番楽しんでできたんじゃないかなって思います。ありがとうございます。イエーイ。そんな感じの20歳でした。振り返り終わり、やっと終わった。ちょっと喋りすぎた。そう、そんな感じの1年でした。
ありがとうございます。さあそんな感じで、じゃあケーキを持ってこようかな。やっとケーキを食べます。みんなケーキじゃあ用意したい、用意ケーキ用意タイムに入ろう。さあ待って、じゃあこのフィルム剥がす。え、ちょっとで、これどうだ、フィルムどっから剥がすの。あ、これ、あ、これひき肉タイプ。ケーキ、ケーキ全然普段食べないから嬉しい。これ紙どうした方がいい。あ、いい感じ、いい感じ。ウェーイ、やば、あんまお腹空いてない。あ、すごい、待って、ろうそく立てます。イエーイ、みんなケーキ、まあ、なんかケーキあったらケーキ一緒にお祝いしましょう。うん、え、これさ何時まで配信していいんだろう。え、プツって切れちゃったりする？大丈夫そう。よし、確かに写真撮りたかった。待って、写真撮りたい。じゃんじゃーん、チーズケーキにしました。一番食べれそうなケーキだったので。火つけたらダメですかね。配信いい、つけたらダメ。とかじゃあこれで、じゃあ皆さんのスクショタイム。可愛くない？チーズケーキそんな好きじゃないよ。いや好きだけど、ハッピーバースデーって書いてる子も、これをね可愛いと思って買ったんですよ。ちょっと逆だけど、そう、よくチーズケーキ、なんか配信の時毎回チーズケーキな気がする。配信でケーキ買う時、そう、たまたまなんですよね。チーズケーキは結構何番目かなってくらい。そう、でも美味しそうだよね。なんで今日チーズケーキを買ったかっていうと、一番食べれそうだったから。重くなさ、重いよね。でも全然、でも他に生クリームのやつとかしかなくて、タルトもきつそうと思ったのでこれにしました。イエーイ、ちょっとこれチクチクしてきた。でもさ、寂しい、そんなことないか。めっちゃいい匂いする。え、火つけたい。でも別にガリガリか。じゃあカチカチ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピー、一応夜中なんでね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカレン。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ありがとう。おめでとう、ありがとう。さあ撮ります。撮らない方がいいかな。撮ります。もったいな、1個100円。値段いい、1個100円です。
なんか写真でも撮ります。じゃあケーキを食べます。買ったんで、せっかく買ったんでね。これさ、冷蔵庫入れといたらさ、明日とか食べれる？今からこれ全部食べれる気がしないんだけど。あ、すごく出る。チーズケーキ何年ぶりってくらい。いただきます。誕生日に食べるケーキは100倍美味しいです。美味しい。美味しい。やっぱケーキ屋さんのケーキって美味しい。当たり前のこと。ありがとう。ケーキも食べて幸せです。ありがとう。さあ、もうやること終わった。じゃあ21歳の抱負21歳の抱負を飾りたいですけども、でも卒業、21歳に今日なって卒業も控えてて、まあ言ってあとね、あれちょっとですけど、どうだろう。え、20歳の1年何したいって言ってたっけ。20歳の目標なんて言ってたかな。私覚えて、何言ってたかな。抱負毎年言ってるけど、この1年経った後にはもう忘れてるんだよ。まあでも本当に20歳の1年はすごく充実してたなって思う。マジで私ここ最近は今年が今までで一番楽しい一年だったわって毎年毎年思うんですよ。めっちゃドヤ顔思うんですよ。その毎年それが更新されてってすって、絶さめっちゃ最高な人生やん、前の人生最高やんって思うんですよ。だから21歳も今までで一番最高の一年にして人生の楽しいを更新していきたいですね。いや本当に楽しい人生、最高の人生です。21歳も楽しみたいですね。やっぱ楽しいが一番だから。なんだろうね、あとは健康に気をつけて、割と健康なんですけどね、まあ、今年も健康に気をつけて、それが一番だね。幸せに生きていく、幸せになるです。今年の目標は幸せになることが目標です。まあでも本当に卒業が大きいだろうから21歳、なんかなんだろう、 AKB じゃない人生が始まるんだっていうのがすごい、不安？なんだろうな、変な感じ、楽しみ？なんだろう、変な感じなんですけど、8年も AKB 人生だったから、 AKB じゃない人生が久しぶりすぎて、8年ぶりの AKB じゃない人生なんで、なんか変な感じなんですけど、まあ、そうですね、なんなの。まあ、ゆっくりしたいですね。一旦ゆっくり休んで、8年間頑張ってきたので、で今言うことでもないかなこれ。いや私今日ね、
ったんですよ。 AKB に入るまでが私の人生の第一章だとしたら、 AKB に入ってから第二章の人生が始まったんですね。そしてこれから AKB を卒業して私の人生の第三章が始まるんですよっていうね、言葉が今日不意に生きていて思い浮かんだんですよ。え、めっちゃかっこよくない、この名言みたいな。ちょっと卒業の日まで言い続ける、多分卒業公演でも言おうかな、ちょしばらく言い続けると。そうなので、はい、まあそうですね、楽しく幸せに生きていく21歳、頑張る頑張る、楽しむます、楽しみます、ありがとうございます。いやでも本当に今日こうやってたくさんの方にお祝いしてもらえて幸せです。何回も言ってるか、これは。そうですね、ありがとう。ちょっとそろそろ耳が痛くなってきたので外そうかな。なんかそうだね、話すことあるかな、まだ。ニキビがねちょっと出てますね。幸せになる、ありがとう。幸せ一番。今日20歳最後の1日は一人でお出かけしました。映画を見て、お香を買いました。お香最近流行ってる、なんかいろんな人が使ってて、私も欲しいなと思ってお香を買いました。で今日はお部屋でお香を焚いたんですけど、めっちゃいい、なんか生活が豊かになった感じがする。でも眠くなります、お香の香りだけで眠くなっちゃう。リラックス効果。今日は本当に良い一日でした、ありがとう。今日ってか昨日か、今日も21歳最初の日、いい一日になるといいな。うん、お香おすすめ。なんかいろんな香りが入ってるやつ買った、あと金木犀の香りも買った、うん、チーズケーキ食べる。じゃあそうだね、あっという間でした。ちょっと長いかったかなって最初始める前思ってたけど、あっという間に終わった、ありがとう。こんなね夜遅くまで起きて続き合いありがとうございました。明日日曜日か、今日か。ありがとう、こちらこそ楽しかったでございます。これタワーくださった方とかさ、絶対消えちゃってるな。その次に呼べばよかったかな、お名前。皆さんギフトもたくさんありがとう。
うん、ありがとう。改めて本当にありがとうございます。素敵なひまたぎでした。21歳素敵な幕開けです。ありがとう、ありがとうございます。じゃあランキングだけ読んで終わりますかね。13位、はしみしみさん、ありがとうございます。12位、トリオフェチさん、ありがとうございます。11位、関西エイトシさん、ありがとうございます。10位、モーカンさん、ありがとうございます。9位、はやちゃんさん、ありがとうございます。8位、デンマルさん、ありがとうございます。7位、あきふみさん、ありがとうございます。6位、ひろくんさん、ありがとうございます。5位、たむなつさん、ありがとうございます。4位、わさっぴさん、ありがとうございます。3位、こだんさん、ありがとうございます。2位、オニオンナイトさん、ありがとうございます。1位、タートジさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。タワーありがとう、待って、タワーありがとうございます。こんなにたくさん読みたいけどもう消えちゃうんだよね、これ。ありがとう、本当に遅くまでありがとうございました。ありがとう、ありがとう。20歳の1年もありがとうございました。21歳の吉田カレンもよろしくお願いします。ありがとう、タワー、わさっぴさん、りょっけさん、タワーありがとう、オニオンナイトさん、カヌアさん、コタンさん、タートシさん、ありがとう。ありがとう。残りの期間もよろしくお願いします。じゃあ遅くまでありがとうございました。本当に楽しかったです。おやすみなさい、ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。